こんにちは、つちのこです。ポケモンホームをね、ダウンロードしてスイッチの方でね、プレミアムになるとポケモンバンクから、ポケモンをね移動できるってことで、ポケモンバンクを 3DS で起動してみようと思います。更新だから昔買ったよね、確かね。よし、久しぶりだなこの感じ。よし、できたね。さあ、何があったかな。ブラック、今回ね、ちょっと僕好きなポケモンを移動したいんだけど。よし、ポケットモンスターアルファサファイアだ。よし、このゲームソフト使って移動させていきますよ。おお、結構いるいる、ほらほら、色違いレッグザ、キラーン、キューリーン。他にレアなやついないよね。ノコッチたち。え、待って、ノコッチは連れてけるんだっけ。ね、ノコッチ連れてけないよね。ムーンどんぐらい持ってたっけ、忘れちゃった。あー、厳選跡が残ってるな。あー、ネクロズマいるんだな。鉄火具屋。このポケモンは預けられません。もしかしてあれかな、手持ちか。すげえ。ちょ、卵って持ちすぎでしょ。アルナーラちゃんいた。なるほど。あんまりいねえな。ポケムーバーがないとダメのか。あ、これだ、ポケムーバーのダウンロード。あ、無料体験中でもいけんのかな、もしかしたら。ダウンロードする。あ、いけるやん。なんだ、課金したくてもいける。神なんだな。任天堂様、神なんだな、もう。全然お金かけなくてよかった。よし、無料ダウンロード、いいね。いいな。検索しても出てこねえからさ、終わったと思ったんだけど、大丈夫でした。ただっていいね。これであれじゃん、過去作の中古ソフトで結構集めたポケモンたちも出てくれるんじゃないの。ポケムーバー起動できました。これがあれだよね、課金課金しないと普段はできないけど、今ねポケモンホームで無料体験中みたいでできるっていう感じだ。かなりいいわ、よかった。なんかね、調べてたら課金しないとダメだよって書いてあったからビビったよ。おー、ある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 、いいね。あ、もう一気に転送なんだ。はい、ポケモンバンクに一気に転送か。おーし、プラチナはあれか、データなかったっけ。あれ、なんかできなくなってるけど。あ、ホワイト2は大丈夫。何が入ってっか忘れちゃった。あの、全部中古データです。あー、ポケモンバンクでゼロにしてからやってくださいって書いてあるね。めんどくせえぜ。じゃあポケモンバンクのやつをポケモンホームに転送しなきゃいけない。ポケモンホームは僕プレミアムプランになってるんで、多分結構上限がめちゃめちゃ増えてるはず。え？ポケモンホームに表示された引っ越しパスワード入れてください。マジで？そんなんあんの？ちょ待って。そしたら、忙しいなぁ、ほんと。ポケモンバンクから連れてくることができます。引っ越しを始める。完了するまで、できなくなります。オッケーオッケーオッケー。はい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 。準備オッケー。引っ越しパスワードは3分だって。はい。ああ、来た。はい、入れ終わりました。成功しました。引っ越し準備が整った151匹。ボックスそのまま。はい。おーし。
初回引っ越しポイントとしてポイントを3000ポイント受け取りました。移動できた？なんかブラックが移動できてないっぽいな。あー来てる来てる、ここまで来てるんだ。もう一回やってみるか。ポケモンバンクにまだ残ってる、マジで？何これ？ポケモンバンクにポケモン一匹預けられてないでしょ？でしょ？預けられてないよね。いや、なんで？ポケモンバンクで転送ボックスを空っぽにしてからポケムーバーをご利用ください。もう意味がわかんない、言ってる意味が。ポケモン、どういうこと？詰まってるね、なんかどっかでね。どっかで詰まってるんだけど。お、一匹も預けられてないんだよね。一匹も預けられてません。転送ボックスって何？出た！あ、本当は転送ボックス。めんどくせえなこれ。転送ボックスに転送されるのか、ポケムーバーのやつが。ここのボックスをここに移動する。なるほど、これが必要だったんだ。 3DS のソフト刺さないとここに行けないって結構きついね。ちょ待って、本当にちょブラック起動してみるか。いいね、美しいわ。あーすごい、綺麗にしてるわ。うん、ここだけが行ったってことだ。ボックスの一番先頭しか行かないってことね。オッケー。あ、めっちゃおるおるおる。ちょっとじゃあ連れ、伝説をめっちゃ移動させるぜ。あ、すごいな、綺麗に並べてあるわ、マジで。すごい、全部ある、かわいい。よし、これだね。キュレムもあるよ。残念、ケルディオがいないんだね。オッケー、じゃあこれちょっと転送しましょう。そんでポケムーバーを起動すると。え？転送できないポケモン外しました。何それ。あ、転送できないポケモンがいた。あ、ジラーチいなくなっとる。あ、ちなみにあの中古データなので、あれか、改造ってやつか。改造ポケだった？ちゃんとは、まあ、弾いてくれるか安心だけどね。これでわかるんだ、あれが改造ポケだって。僕データ見ても いまいちわかんない。みんなは結構わかってたもんね、あれ改造だっつって。これだね、転送ボックスを。よし、オッケー。これで、ポケモンホームの方に送りましょう。よし、引っ越しするよ。よし、オッケー。じゃあポケモンホームの方移動しましょう。テラキオン、コバルオン、キュレム、マナフィー、シロタン。シロタンかわいい。よし、これでとりあえず移動はできましたね。ということで、次回はですね、キュレムやね、レシラム、ゼクラムと一緒にね、ポケモンソードシールドの世界で遊んでみようと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。
チャンネル登録またの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。